ハリー・ポッターシリーズ、ハリー・ポッターと炎のゴブレット、ハリー・ポッターと炎のゴブレットは、イギリスの児童文学作家、J.K. ローリングが2000年に発表した、子供向けのファンタジー小説、ハリー・ポッターシリーズの第4巻。2001年のヒューー賞を受賞した。2005年に、同じ題名で映画化された。ホグワーツ魔法魔術学校の4年生となった、ハリー・ポッターが、 望まないまま三大魔法学校対抗試合の選手となり、その裏に史上最悪の魔法使い、ボルデモートの暴略を感じつつ、厳しい試練に立ち向かう一年間を描く。夏休み、ハリーは奇妙な夢で目が覚める。その夢とは、リートル・ハングルトンにあるリドルの館で、ボルデモートとピーター・ペティグリューが自分を殺す計画を、 立てていて、そこへ現れたマグルの老人フランク・ブライスが、ボルデモートに殺されるというものだった。その後、ハリーは、ウィーズリー家からの招待を受け、上級生のセドリック・ディゴリー、その父エーモスと共にクイディッチワールドカップの決勝を観戦しに行く。ハリーは会場で、魔法省の魔法スポーツゲーム部部長、ルードバグマンや、ロン・ウィーズリーの兄であるパーシーの上司、 バーテミウス・クラウチ、そして彼の屋敷しもべ妖精のウィンキーと出会う。ウィンキーはハリーの手で自由の身となった屋敷しもべ妖精ドビーの知り合いであり、ドビーは本来は無給で働かなければいけない屋敷しもべ妖精でありながら給料をもらえる職場を探しているため新しい職場が見つからないのだと語る。アイルランド対ブルガリアのクイディッチの試合を アイルランドが制した激戦のその夜、仮面をつけた複数の魔法使い、通称、四匹ンと呼ばれる、ボルデモート教の配下たちによって13年ぶりに、とある事件が起こる。そしてハリー、ロン、ハーマイオニーの3人が混乱から逃げる途中、13年ぶりに、不気味な闇の印が打ち上げられる。事件現場の真下には、魔法省の役員数十名が放った。 失神呪文に当たった妖精ウィンキーが気づかないうちになくしていたハリーの杖を持ち失神していた。クラウチは自分が指示した場所にウィンキーがいなかったことに激怒しウィンキーを解雇する。ハーマイオーニーはそんなクラウチの行動に納得がいかず腹を立てる。新学期が始まり、元闇バラやラスタームーディが闇の魔術に対する防衛術教授に就任する。 そしてアルバス・ダンブルドア校長が、ホグワーツ魔法魔術学校、ダームストラング専門学校、ボーバトン魔法アカデミーの参考による、三大魔法学校対抗試合が、約100年ぶりに、この1年間にわたって行われることになり、代表選手は、各校の17歳以上の生徒から1人ずつ、選ばれると発表する。ハロウィンの日、ダームストラングと、ボーバトンの生徒たちと、各校長たちが、 ホグワーツに到着する。その夜、ダンブルドアは代表選手を選び出す炎のゴブレットを紹介し、立候補する者は名前を書いた紙をゴブレットの中に入れるよう告げる。代表選手の名前のみがゴブレットから出ることになっている。結果、ホグワーツからは、セドリック・デドリー、ダームストラングからは、ビクトール・クラム、ボーバトンからは、フラーデラ・クールが出場することとなる。 しかし、その3人が選ばれた後も火は燃え続け、ゴブレットからハリーの名前が出てくる。ハリーは自分の名前を入れていなかったため困惑するが、魔法契約の拘束力により辞退できず、4人目の代表選手として3大魔法学校対抗試合に出場することになる。規定外でありながらも、代表となったハリーは、多くの生徒から貧縮を買うことになり、親友の論にも疑われ、 絶好状態になる。さらに、記者のリータスキーターが悲劇的に客色した中小記事が日刊予言写真文に掲載され、生徒たちからはさらなる誤解を受ける。第一の課題は、一頭のドラゴンから第二の課題についてのヒントが隠されている金色の卵を奪うことであった。ルビウス・ハグリッドの助けもあってこの課題を早く知った、ハリーは、クラムとフラーの二人も、 課題の内容を知っていることに気づき、セドリックにも内容を教える。ハーマイオニーの助力を得て、ドラゴンを出し抜く方法を考えていたハリーは、ムーディからのアドバイスを参考に、呼び寄せ呪文の練習を始める。第一の課題で、ハリーは呼び寄せ呪文を使って、シリウスブラックからもらった放棄、ファイアボルトでの飛行による、陽動作戦で金の卵を奪う。肩を怪我するものの、結果は、 クラムと同点で1位になる。ロンの誤解も解け、二人は仲直りする。ある日、ハリーがハーマイオニーに連れられ、ホグワーツの厨房を訪れると、そこではドビーが働いていた。彼は、週休1ガリオン、1ヶ月に1日の休日をもらっているといい、ハーマイオニーは喜ぶ。一方、ドビーと一緒にダンブルドアに雇われたウィンキーは、 クラウチを持って泣き続ける日々を送っていた。三大魔法学校対抗試合に伴い、クリスマスにダンスパーティーが開かれることとなる。ハリーたち代表選手はパートナーと最初に踊ることが決められており、ハリーはパートナーを探さなくてはならなくなる。意を決して初恋の相手、蝶ちゃんに申し込むが、セドリックと行くことになっていると断られる。 ロンもフラーに申し込むが断られ、二人は焦る。ロンは最後の手段だとばかりに、ハーマイオーニーを誘うが、彼女はすでにパートナーが決まっていると言われ、断られる。なんとか学年一の美女、パーバティ・パチルを誘うことに成功したハリーは、彼女の妹のパドマ・パチルをロンに、紹介してもらえることになり、二人ともパートナーが決まる。パーティ当日、ハリーとロンは、 美しく、ドレスアップして、クラムのパートナーとなっているハーマイオーニーを見て驚く。パーバキとパドマに愛想をつかされた二人が庭を歩いていると、セブルス・スネープがダームストラングの校長、イゴール・カルカロフに、ホグワーツから逃げるよう言っているのを聞く。さらに、ハグリッドが、ボーバトンの校長、オリンペ・マクシームに自分が、反巨人であることを明かすのも聞き、ショックを受ける。 第二の課題が近づいているにもかかわらず、ハリーは金の卵のヒントの謎を解き明かせていなかった。ダンスパーティーの帰りに、セドリックから卵を持って監督製のバスルームに入るよう言われていたため、意を消しそれを実行する。そこでハリーは嘆きのマートルに出会い、その助言に従って、卵を水の中に入れてみると、水中人の歌が聞こえてくる。その歌の内容は、 湖の深い底にいる自分にとって大切なものを時間内に取り戻せというものだった。風呂場から帰る途中、ハリーは忍びの地図に書かれているスネープの研究室に病気のためクリスマスからホグワーツに姿を見せていないバーテミウスクラウチと書かれているのを見つけ不思議に思う。卵の中のヒントは分かったもののどうやって水中で呼吸すればよいのか分からないハリーは ロンとハーマイオーニーと図書室で本を調べるが、二人は途中で幕ナガルから呼び出されたまま戻ってこない。一人で探しているうちに眠り、試合開始の10分前にドビーに起こされる。諦めかけたハリーはドビーからエラコンブを使うアドバイスを受け、試合に参加する。湖の底にはロン、ハーマイオーニー、フラーの妹のガブリエル、蝶が睡魔に囚われていた。 長がセドリックに、ハーマイオーニーが、クラムに助けられ、陸に向かう中、フラーだけが現れない。ハリーはロントガブリエルを連れて、危険したフラーを除く3人のうちの最後に陸に戻る。ハリーは、到着が一番、遅かったがその行いは、非常に道徳的であるとの判断で、カルカロフを除くすべての審査員から高得点を受け、2戦の合計で、セドリックと同点1位となる。 ホグズミード村に隠れ住んでいるシリウス・ブラックを訪ねたハリー、ロン、ハーマイオーニーは彼からクラウチの息子のことを聞かされる。祝い人だったクラウチの息子は父親に見捨てられ、アズカバンに送られた後に死亡し、クラウチ自身も周りから息子の行情を監督できなかったことを批判され、魔法省での立場が悪くなり、今に至っているという。一方、リータスキーターに 中傷の記事を書かれたハーマイオーニーは学校に出入り禁止になっているはずの彼女がなぜ個人的な会話を立ち聞きして記事にできるのかを探り始める。第三の課題の説明を受けた後、クラムと歩いていたハリーは不老者のような姿になったクラウチを見つける。わけのわからないことを口走るクラウチをクラムに見張らせ、ハリーはダンブルドアを呼びに行く。戻るとそこにクラウチの姿はなく、 クラムが失神し倒れていた。クラムは無事だったが、ハリーはむやみに出歩かないように、ハグリッドとシリウスから注意を受ける。ハリーが占い学の授業中に居眠りをしていると、ボールデモートがワームテールを拷問する夢を見る。額の傷の痛みで目が覚めたハリーはダンブルドアに報告に行く。校長室に行くとダンブルドアワルスで部屋にあった水盆、憂のふるいに顔を入れハリーは、 ダンブルドアの記憶の中に入る。過去で、クラウチの息子が法廷で父親に裁かれている場面を見て、同級生、ネビル・ロング・ボトムの両親が、クラウチの息子とベラトリックスレ・ストレンジに拷問された末に狂人となったことを知る。その後、戻ってきたダンブルドアに夢のことを話し、ネビルの両親については黙っているよう忠告され、ハリーは校長室を出る。 第3の課題ではハリーは迷路でスフィンクスや他の選手たちを抜かし今まで助け合ってきたセドリックと一緒に優勝杯を取る。しかし優勝杯は移動キーになっており二人はトム・リドル・シニアと書かれた墓があるリトル・ハングルトンに連れて行かれセドリックは待ち構えていた配下のワームテールに死の呪いで殺される。そしてその後ボルデモート卿は父親の骨 下僕の肉、敵の血という三つのアイテムにより、ついに復活する。その後、配下の祝い人たちが、ボルデモートの召集に応じて集まる。そして、ハリーは、ボルデモートと決闘するが、互いの呪文がぶつかり合った時、ボルデモートの杖で殺された人々のゴーストのような、姿が杖から現れる。ハリーは、現れた両親のアドバイスや、セドリックのゴーストの最後の願いによって助けられ、 セドリックの泣き殻と共に、ホグワーツに戻る。直前まで墓場で起きていた惨事をまだ信じきれない。ハリーは、何があったのかをダンブルドアにおえつしながら話す。ハリーは優しくサトスムーディに連れられて、彼の部屋へと向かうが、そこでムーディは、闇の印を打ち上げたのも、ハリーの名前をゴブレットに入れたのも、さらにハリーが優勝するよう仕向け、ゴブレットを移動キーに変えたのも自分だと語る。 ムーディは真相を話し終えると、周りを警戒しながらもハリーに向かって杖を上げる。あぜんとして動けないハリーだが、ま一発のところで、ダンブルドアに救出される。ムーディが所持していた魔法のトランクの中からは、本物のムーディが現れ、同時に凶器に取り憑かれハリーを殺そうとする。偽のムーディは、ポリジュース薬を飲み忘れていたため元の姿に戻った。その正体は、クラウチの息子。 バーテミウス・クラウチ・ジュニアであった。忍びの地図に現れた、バーテミウス・クラウチの名前は、父親と同じ名前を付けられた彼のものであった。真実薬を飲まされた、クラウチ・ジュニアは、アズカバンにいた時、余命が短いと分かっていた母親が父親に、代わりに自分を助けるよう頼んで、ポリジュース薬で互いに姿を変え脱獄したこと、その後父親に、服従の呪文で監禁されたが、 徐々に呪文を打ち破り何とか抜け出して、ボルデモートに会ったこと、そして父親を逆に服従させ、ムーリを捕らえて彼に変身し、ホグワーツに入ったことを語る。さらに息子は父親をハリーがグラムと歩いていた日に殺したという。その場に呼び出されていたウィンキーはそれを聞いて号泣する。ハリーは、ボルデモートの杖から、両親やセドリックの姿が現れたのは、 ボルデモートの杖とハリーの杖の芯に使われている、不死鳥のオハが、フォークスのものだったからだとダンブルドアに聞かされる。ロン、ハーマイオーニー、ロンの母のモリー、兄のビル、シリウスに付き添われイム室に入院することになった、ハリーのもとに、魔法大臣、コーネリウス・ファッジが訪れる。ファッジに付き添っていた、旧婚期は、クラウチ・ジュニアの魂を吸い取り、 ハリーのことを中小記事にするリータの記事を信じるファッジは、真っ向からボルデモートの復活を信じず、ハリーに優勝賞金千ガリオンを与えて、すぐに去る。ダンブルドアは、ファッジと決別し、かつての仲間に連絡を取るようにシリウスに告げ、スネープにも任務を与える。終業式の祝いの席で、ダンブルドアは生徒たちに、セドリックの死とボルデモートの復活について語る。 ハリーは賞金をセドリックの両親に渡そうとするが断られたため、いたずら用品専門店、ゾンコを開くのに資金が必要なウィーズリーの双子兄弟に与える。ハーマイオーニーは、リータスキーターが無許可の動物もどきであることを暴き、一年間弁を持たないよう命令する。汽車の中で楽しい一時を過ごしたハリーは、再びダーズリー家に帰宅する。 魔法ワールド、ハリー・ポッター・ハリー・ポッターと炎のゴブレットくらい、内容からアメリカでは、シリーズ初の PG-13 に格付けされた。原作の、屋敷しもべ妖精解放戦線の話は、映画版では丸ごと削られている。そのためドビーや、ウィンキーも映画版には登場せず、エラコンブを渡す役が、ドビーからネビルになっている。本作で初めて、英国人監督が起用された。 エンドクレジットの最後には、制作中に亡くなった、キャスティングディレクターへの追悼文が挿入されている。なお、ビデオカセットの発売はこの4作目が最後となり、自作以降のハリー・ポッターシリーズはすべてディスクメディアでの発売となっている。日本では、ワーナー・ブラザース・ホーム・エンターテイメントより、ブルーレイ、DVD が発売、同タイトルのコンシューマーゲームも発売された。日本においてはハードは、 ニンテンドー DS、ニンテンドーゲームキューブ、メーカーはこれまでと同一のエレクトロニックアーツ、2005年11月26日、発売。この他に、ゲームではないが、やはり映画を題材にした、トレーディングカードが発売されている。ありがとうございます。